皆さんこんにちは、 PGA ティーチグプロ竹内です。本日はフェアウェイウッドのオーバースイングを修正する練習方法をご紹介します。今回フェアウェイウッドを使っていくんですが、基本的にオーバースイングになる方はこの練習方法で、このオーバーのスイングが治ってきます。オーバースイングになるとなぜダメかというお話をさせていただきます。ここからですね、オーバースイングというのは必要以上にトップが上がりすぎてしまって、ヘッドがこっち側に来てしまったり、こっち側に落ちてしまったりという形です。要はオーバースイングになってしまうと、ダウンスイングの軌道を、アウトサイドに振ってしまったり、インサイドに振ってしまったりと、NG な動作を作ってしまうので、オーバースイングは、修正する必要があります。極端に小さくする必要はありませんが、大きく上がりすぎている方はですね、なるべく水平ライン、地面と水平ラインぐらいまでを目指して練習をしてみてください。そうすると、このインパクトまでのタイミングも毎回同じになってきますので、このヘッドが戻ってこなかったり、戻りすぎてしまったりといった動きがなくなってきます。それではですね、オーバースイング修正方法をご紹介していきます。今回はフェアウェイウッドを使用していきます。まずオーバースイングになってしまう方というのは、バックスイングのスピードが速い人、また自分の振り幅がイメージとの、この実際の動きとのギャップがある人、自分ではここまで上げてないつもりでも上がってしまう人、あとは手先でこうタイミングを作ってしまう人、手元でトップでタイミングを作って、タイミングが取れないとどん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 大きくなってしまう、こういう形になってしまうとオーバースイングになってしまいます。今回はですね、そのオーバースイングを修正する練習方法です。まず振り幅と自分のイメージの振り幅を合わせるということです。実際の振り幅とイメージを合わせるということで、まずは膝から膝を素振りをしてみてください。これだと目で見えるので、ここは全然振れると思うんですけども、腰まで上がった時に自分のイメージよりも高くなってしまうケースが多いので、腰の動きをまずはチェックをしていきます。腰までの動き、このポジションです。もう少し高い位置でも大丈夫です。腰っていうとピタッと止まらないといけないので、腰と肩の間ぐらいのイメージっていう感じで結構です。このぐらいで OK です。でそこからフォローのラインも腰の高さで止めるという形で一度やってみます。これを一度一球打ってみてください。このあたりです。腰よりも高い位置、肩よりも低い位置という形でスイングを作っていきます。これができましたら、次はバックスイングの大きさは変えずに、フォローのラインを肩の上まで上げていきます。っていう形です。このようにバックスイングのポジションは一緒で、腰の高さ、バックスイングの高さは同じで肩の位置、そしたら最後は腰の位置からフィニッシュまでという形で、この3段階でやっていきます。もう一度最後フィニッシュまで振っていきます。このような形です。今この3段階のフォローの高さを変えてスイングをしてみました。これを練習することで、自分のこの腰までの高さのイメージで、徐々にスイングが大きく、フォローはなっていきます。このイメージで練習を続けてみてください。こうすることで、自分のイメージとこの振り上げている実際の動きっていうのが、ギャップが消えてきます。これができましたら、最後はちょっとバックスイングを抑えるぞという意識で、腰よりもちょっと高めに持っていくんですが、そのイメージでフィニッシュまで振ってみます。はい、こうするとオーバースイングは修正されてきます。コツコツですね、小さい動きからちょっとフォローだけ大きくする、小さい動きからフォローだけを大きくするというイメージを作って練習をしてみてください。こうするとトップでの大きな動きっていうのがなくなってきます。また
オーバースイングのになる方の特徴として、切り返しのタイミングを手先で合わせて、タイミングが取れないと大きく上げてしまうということを最初お話しさせていただきましたが、そういう動きもですねなくなってきます。基本的に小さいところから動かせるようになってきますので、オーバースイングが修正されます。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご視聴いただきありがとうございます。コメントやいつも応援してくださる皆様、本当に感謝しています。随時新しいレッスン動画を公開していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また動画とテキストで学べる無料レッスンも公開しておりますので、そちらもぜひゲットしてください。